今年に入って韓国のユンソンヨル大統領と岸田総理大臣の度重なる首脳会談が行われ日韓関係の改善は軌道に乗ったようにも見えますとはいえ法廷闘争が続く元徴用工問題など2国間が抱える問題は山積みそんな中韓国では Z 世代の若者を中心にイエスジャパンと呼ばれる日本ブームが訪れているそうなんです 外交で埋まらない溝を民間交流によって近づけることはできるのか日韓関係バージョン2.0の行方は青木さん、山内さんと考えます。 やっぱりこの番組でもね時々取り扱っているように最近の日韓のが外交的な動きを見てみると本当に歩み寄ってるなっていう印象を持った方が多いいと思います、まあ、大統領、変わってからねかすごく韓国の方が歩み寄ってくれてるって感じじゃないの <laughs> で、ね、青木さん、いつもコラムでもおっしゃってますけれどもうん、うん、この日韓関係2.0ていう言葉なんですけれども韓国のユン・ドンミン駐日大使がおっしゃったことなんですね。<laughs> 関係が一番良かった時期の見方は人によって異なるでしょうか日韓関係のことですね1998年の尾淵慶三元総理大臣と金手純大統領の日韓共同宣言がバージョン1.0だったとすれば岸田総理大臣と議ン大統領の時代はバージョン2.0でなければならないと思っています韓日 民ンンさんがおっしゃってることなんでねの今,後は今後の協力は韓日だけで考えるのではなくよりグローバルな観点で進めることで国際的な貢献と韓日の繁栄のいずれにもつながっていくでしょうということなんですよ。だから1998年の日日韓韓共同宣言日韓パーートナーシップが日韓関係1.0 っていう,ふうに見てるわけですね、あのー、僕もそのこの日韓こう首脳会談、小渕首相と金大デ大統領の首脳会談というのを現場で取材をしたんですけれども、はい、そのまあ金大ン大統領という人が、この人、まああの、詳しい人はもちろん詳しいんですけれども、金大デ大統領というのは、ずっと韓国の軍事独裁政権下でこう、民主化運動をやってきたリーダーだったわけですよね。でそのの民主化運動の過程では 日本と韓国の関係っていろいろ対立したりとかっていうんだけれどもどっちかというと韓国の軍事独裁政権と日本の保守政権が歴史的に非常に関係が深かったで逆にその韓国の民主化運動を日本のリベラルな人たちが支援したりとかしてたりとかしたのでキム・デジュンさんっていうのは日本にもよく来てたしで日,本あの日本の植民地代に育っているので日本語もペラペラなわけですよ。日本ののことものすごくよくよわかっていてい でそ,のそういう日韓関係っていうものをもっと未来志向にしようっていうことで、キム・デジュンさんのかなりモチベーションを背景にして、98年のこう日韓共同宣言、僕ら一般的に日韓パートナーシップ宣言っていうんだけど、うんうん、それを小渕さんと結んで、で、以降、日韓関係は史上最高って言われるくらい良くなった。 で,すよ、ね、でそれまで韓国内では日本の大衆文化っていうのはすごく禁じられてた一応建前上はね実際には日本の音楽とか日本の漫画とかいっぱい入ってたんだけれども禁じられてたのもそれも段階的に解除しそれからキム・デジュンさんが結構その文化産業韓国のこれからの産業のうちのメインの産業のうちの一つにエンターテインメント産業を据えたりとかしてうん、うん、でそういうこともあったので。 そのいわゆる冬ソナとかっていうものがこう韓国のエンターテインメントっていうのが非常にその飛躍をしてで日韓関係が良くなるにつれて日本の韓国のそういうそのドラマなんかが日本で爆発的な人気になって2001年2年くらいに日,本日韓関係が史上最高って言われるくらい良くなったっていうことですよね。で日韓のワールドカップなんかもあったっていうことですよね。それが1.0 ある程度やっぱり金大デ大統領がまあそういうことに外に目を向けていこうっていう考えのもとやってた施策でもあると。あの金大ンさんという人は韓国内でもいろんな評価するし日本でもいろんな評価されるんだけれども、はい、やっぱり日韓関係を良くするっていうことがとあの人ね、うん、その韓国人で初めてノーベル賞をもらったわけですよノーベル平和賞をもらったんだけどその一番大きな理由っていうのは南北関係北朝鮮との間で当時の金正日ョン総書記と史上初の南北首脳会談をやったんだけれども キム・デジュンさんっていうのはいろんな評価あるけれどもかなりこうグローバルな視野を持っている人で南北関係を改善するためにはやっぱり日本と韓国の関係も改善しておかないとなかなかうまくいかないあの韓国だけが突っ走って南北やってもうまくいかないっていう思いもあって。うん その日、韓の立て直しにも取り組んだだから、あのノーベル平和賞の受賞理由の中に南北関係の立て直しが一義の理由なんだけど、うんうん、実は日韓関係の改善っていうのも、その金大中さんがノーベル平和賞を取る一つの理由になってるんですよ。だから金大中っていう人はいろんな評価あるけれども。 ある意味で韓国の歴史あるいはこのアジアのこう近代史の中ではなかなかこう視野の広い傑、まあ、物っていうふうに僕は思ってますけど何度かインタビューしましまたけれどねやっぱりそれでね今の青木さんのお話を伺ってこの日韓関係の時系列みたいなものを見ていくと。 その後例えば2001年にはボアさんの日本デビュー <laughs>、はい、あ山さんもよく覚えてるんじゃないですかタイトなジーンズにねじ込むでしょう、ね、<laughs> <laughs> でその後日韓共同サッカーワールドカップがあって <laughs>、うん、ジョンファンが初 <laughs>、ね、<laughs> はいで2003年にドラマ「冬のソナタが日本でヒット。うんまあ、ここから 反流ブームそうですね、うん、僕だからししましたよ僕90年代からこう韓国にいたんだけれどトータルで5年くらいいたんですけれど90年代の後半で韓国に来る日本の旅行客って、うん、まあ今あんまりそういうこと言っちゃうよくないんだけどいわゆるおじさんたちがカジノに来たりとかいわゆるそのキーセンツアーみたいなので来る人たちが多かったんだけど、はい、2000年代に入ってこのフューソナブームになったら。 もうびっくりするぐらい日本から女性の観光客特にまあ当時はどっちかっていうと中年から老年くらいの女性が来てうんうん、うん、めっちゃロケ地巡りのツアーとかありましたもんねだから春蝶っていうねその冬ソナの,のロケ地になった場所なんかとかにもう本当に日本の、まあ、女性ちょっと中高年の女性たちが山のように来るようになってまあだから 韓国も変わったけど日本の韓国感も随分その時に変わったっていうのはあるでし思う,、ね、うんですよね。ね <laughs> 僕はだから仕事で見てボーーダの涙流しまししたよ、うん、でしかもみんなその当時をうら羨ましいって言ったけど僕はあんまり興味ないんだけどチェジューさんとかにインタビューしたりとかしましたよ。うわ、うん 当時だから、韓流スターって言われてるような人たちに、結構、何人もインタビューしましたよ。えー、仕事でね。あ、そう、そういうお仕事もされてた。だから、そ,そう、特派員で行ってるから、ね、政治経済。 事件事項とか、外交とかもやるけど、えー、もちろん文化も取材するので、うん、だからいろんな人のインタビューしましたね。やっぱ富裕層な印象的でしたけど、その後もあの私の頭の中の消しゴムとか。うん、韓国の映画を日本でもリメイクするみたいな動きがありますよね。あ,りましたねあと猟奇的な彼女とか、うん、なんか普通に一般のまあ映画好きな人たちが。見るような作品たくさん公開されたし、うん、また面白い作品が多かったんですよね。うん、当時って、うん、私ちょっとあんまりそこまでハマってはなかったんですけど。日本 日本にそういうリメイク作品が出てきた時の日本の世論っていうかど,どういう感じだったんですかもうストーリーとかも衝撃みたいなあどういう感じだろうでもなんかあの何かかか感感動すするみたいななじですか、ねうん,なんかあのそれまでってあ特に私とかってアメリカの文化とかアメリカ映画とかの,、うん、その存在が大きくって,文化って外の文化って言ったら大体アメリカでもしくはヨーロッパ2択ぐらいだったんですよね。うん、なんかももううそ,そこにに新たにもう1択でできてで 私のこう感覚では洋、えー、物に行けなかったけど日本のエンタメじゃ物足りないって思ってる人たちが一気に韓国の韓流のものにわーってこれを最高みたいな感じでダーッと流れていったって感じが私の感覚ではしました。なるほど確かにで今でもその流れが続いてるわけですよねうん、うん、そのリメイクブームみたいなものはね。あとなんか次から次になんかいい人たちがデビューするんですよね。 ビッグバンがバーって出てきて少女、はい、時代がバーって出てきてみたいなそう少女時代からのブームが2010年くらい、うんまあ、だからあれでしょうね冬ナなんかもそうだ僕あの文化の分野は専門じゃないんで、あのー、そんなに詳しいわけじゃないんだけれども見ていてまあ今山内さんおっしゃったような その新しい選択肢としての,この韓国っていうのの音楽映画文学だったりとかもしたっていうのもあったと思うんだけれどでもやっぱりこう結構日本とまあこう情緒的な部分でこうかなり共有するところもあったりとかするからその日本で受け入れられやすかったっていうのもあるしそれからさっき言ったように金大デ大統領が相当そ,のそういう分野に。 こうお金を入れたっていうこともあったりとかしてあるいは韓国の社会が80年代後半に民主化をして90年代2000年代に入ってくると急速に成熟してくるっていうこともあったりとかもう1個忘れちゃいけないのは日本に決定的になくて韓国の特に映画なんかにあったのはその日本の映画とかこうドラマって政治とかそういうものからちょっと離れとかあんまり語らないじゃないですか、はい。 でも韓国の,その映画とかって歴史がそうだし生々しいし北朝鮮と向き合ってるのもあるからもうそのものズバリの政治的な問題例えば脱北者の問題であったりとかそういうようなあるいは韓国の軍の問題だったりとかっていうのをもう。 バチッと扱ったりとかしたので、ううん、それもある意味で、はい、んうん、日本なんかでは結構驚き。そうですね、修理って2000年なんですね。なんか日本ってまあ戦後まあいろいろあるけども、基本的には平和できたけれど、韓国ってやっぱり一応まだ戦時中だし、あの軍に必ずこう2年。 行かなきゃいけなかったりしてなんだろう銃が身近にあったり軍事訓練を受けている人たちがまあ普通にいるからなんか作られてる映画の種類がやっぱちょっと違うんですよねーハードボイルドというか、うんでね、最近の,その文化交流で見ると例えば日韓合同の「ニジプロジェクト」のオーディションで二十がデビューしたりとか、うん、まあ先日もニュージーンズが「サマソニ」に出演してすごい人でしたけれども。うんうん <laughs> だからなんとなくねこの最近の第何次韓流ブームみたいなのは、うん、私たち日本人にとってもうなずけるというか、うん、確かにその動きあるっていうふうに思うんですけれども、うんうん、今度ねその韓国から見た現象なんですけれども韓国でそのイエス・ジャパン現象日本ブームが再燃しているっていう見方があるみたいで例えば「THEFIRSTSLAMDUNK」の映画ですけれども累計観客動員数が400万人突破。 あとレクサスが売れてるととか韓国で、うんうん、あとお酒日本のウイスキーサントリーのウイスキーとかが、えー、輸入額が上がっているっていうの。 こととかあと旅行先でも人気が高いとかいろいろあるんですけれどもなんかねいろんなあの最近の韓国の若者たちが日本についてどう思ってるのか調べてみると例えば韓国の大学生は慰安婦や徴用工問題を歴史問題というよりも人権問題として捉えていて生まれた頃には同国の高度成長期はすでに終わっていて競争と格差社会でずっと生きてきた若者たちは自分たちを社会と教育制度の被害者と 位置づけているっているととうころでちょっ距離を置いているという表現も正しいかどうか分かんないんですけれども社会正義とか人権についてよりも、まあ、そういう文化の方に目を向けてあの手を取り合おうという考え方だっていう指摘もあるんですよねあの。韓国に行かれたことのある人は分かると思うんですけれど僕さっき言った通り5年くらい韓国に住んでたんですけれど韓国の人って基本的に日本好きなんですよ。うんうんうん で例えば僕5年くらい韓国にいて僕の周囲もそうだったけれどその日本人であることあるいは日本の特派員記者であることを理由にこう不快な思いをしたことっていうのは僕は少なくとも一度もないで日本の文化もものすごい好きなんですよねだからただ日韓関係が葛藤があったりとかすると例えば あのホワイト国から排除するみたいなことを安倍政権当時したりとかするとビールが急に不買運動になって買われなくなるなんてことはもちろんあるんだけれどもそれは本当にある種一時的なことで韓国のの人たちは日本の文化が好きで逆にこう日本でも僕らみたいなおじさん世代やおばさん世代は別としても若い世代なんていうのはそういう問題とは別に韓国のポップカルチャーコスメあるいはグルメ大好きじゃないですか。だからそういううい意味で言うと今日ののテーマの その1.0から2.0っていうようなこうバージョンアップみたいなことがひょっとすると起きているのかもしれないしそれから韓国も世代が変わってきているのでかつての植民地支配された当時を知っているような金手順さんのようななな世代はいなくなるで今民主化された世代の特に若い人たちなんかにしてみればやっぱり元徴用工の問題元慰安婦の問題もさっき西川さんおっしゃったみたいに歴史問題っていうよりも。 これ人権問題だよねと。うん、日本の方はむしろ歴史戦だとか言ってるんだけど韓国の若い人なんかはこれ人権問題でしょと、うん、要するに戦時下でその非常にひどい目に遭わされたあの国家とかあるいはその軍ってものにひどい目に遭わされた人権問題あるいは戦時下で女性が性暴力を受けたっていう人権問題だっていうふうに 捉えてこれを何とかするのは当たり前のことじゃないっていうふうに考えている若い人の方がもしかすると韓国なんかでも増えてるのかなっていう気はするよね。いろろなねもうその元徴用工とか慰安婦の問題もそうですし、うん、竹島の問題とか考えてもやっぱ歴史認識歴史認識ってよく言いますけど歴史で起こったことは事実歴史は事実だけど歴史認識ってこう口伝じゃないですか。 一概に語れないし、それが世代間によって変わっていくっていうのはすごく名付けるものだなと思うんですよね。なんか私20156年くらいにアイドルオーディションの審査員やったことがあって、うん、でそこにまああの10代くらいの女の子が来て、ちょっとこう韓国ファッションだったんですね。うん、でパーソナリティのこと質問すると、私韓国カルチャーがすごい好きでって言ってて、その時はみん審査員みんながへーってなったんですよ。はい あの韓国のカルチャーが好きだって言ってる子が最先端な感じがしてでもあれからまあまあ5年以上経ってそしたらもうほとんどそ韓国のカルチャーが大好きでって言ってもへえっていうかなんか普通じゃんみたいなあ、うん、確かに今別にそれが引きにはならない,そう,ないそう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 そのそのとそののうそ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 う だけどもその後やっぱり Z 世代の子とかがすごく意識が高くなって二十歳前後に成長してきて。 受け入れ方すごいまた一段階変わったなっていうのはすごい実感しました。うん、今もう普通ですもんね。なんかそういう段階になっていくのはすごいよくわかるんですけど、じゃあ果たしてその政治的なとか歴史的な観点と文化は別って考えるのか、どっちかがどっちかをこう牽引していくっていうふうに見るのか。私ね絶対文化が先だと思います。まず文化でいっぱい交流してというかまああの受け入れて、はい、であの正直自分でも二十歳ぐらいの時に韓日本が昔と 韓国を併、ね、併合合ししててていいいたたた、まあえー、朝鮮半島併合していたみたいなことってあんまり分かっってなかったんですよね教科書でもやっぱり一番最後の方にちょろっとやるくらい、うん、あの近代の戦争とかってだからなんかあんまり分かってなかったけどもその後、まあ20代30代って年齢重ねてだんだん歴史のことが分かるようになってきたからまず10代20代のうちはもう。 文化でパヤパヤヤしてておいてでその後自然と興味持ちますももん、うん、入り口にもなってきっかけになっているとの例えば韓国まで行かなくてもこの間僕ちょっと用事があって新大久保辺り行ったんだけれど本当に若い人たちばっかりだよね。ああでグルメコスメみたいなところにも本当に若い日本の女性たちがいっぱいいる。でおっしゃる通り僕も文化の交流っていうのは非常に大事だしむしろこうおじさん世代あるいはおばさん世代がかつての歴史を かなり頭でっかちに知っているような世代っていうのは、韓国いるさんとか日本いるさんみたいになるんだけれど、そういうものがある種取っ張られた若い人たちの交流ってものがこれからこうどんどんもっと進んでいく中で、もしかすればまさに韓国日韓関係2.0の時代はどうなるのかっていうのは僕にはわからないんだけれども、ただ一方で、 やっぱりそのこう歴史問題があるいはその歴史問題というものをこう基盤とするような政治の動きによって日韓関係というものが大きく動いているのも間違いはないのでだから、どうなんですかねその僕は日韓関係というのは本当に良くなってほしいと思うんだけれどもでもそのための基盤つまり文化とかあるいはこう経済面の交流を阻害するような、はい。 こうお互いの行動特に我々日本側にいるので日本のそういう政治の行動っていうものはこう気をつけて見ていかなくちゃいけないし批判しなくちゃいけないしと同時にね歴史の中で例えば これ9月1日がちょうど100年になるんだけれどもその関東大震災なんかで朝鮮人が虐殺されたっていう事実もあるわけですよね。でそういう事実を今一生懸命だってっていうか一部の政治家の人たちは知らないよそんなことなかったんじゃないのみたいなことを言ってるような人たちもいるあるいは戦後ずっと在日コリアの人たちが差別されてひどい目に遭ってきたっていうのもあるそういうところもこう事実としてはあったわけですからそういうところにまで視野を伸ばしながら日韓関係を本当に2.0 に成熟させていかれるかっていうのはまだまだ僕なんかは課題はたくさんあるんだろうなとまあ、だからといって別にねこう新大久保でチャラチャラしてる場合じゃないなんていうつもりないわけでしょだからそれでもっとに仲良くなってお互いの文化、ね、あるいは音楽あるいは映画ドラマみたいなもので 交流していけばいいんじゃないのかなっていう気はするけれども、ね、引き続きね文化のことから政治のことから日韓関係について考えますリスナー部員のあなたからのご意見もお待ちしていますメールアドレスおいでよアットマーク joqr.net またこのコーナーはポッドキャストアマゾンミュージックスポティファイ youtube でもお聞きいただけますぜひチェックしてください